ガンダムトーク0080ポケットの中の戦争第5話、うん、嘘だと言ってよバーニー。あ、来た。このポケットの中の戦争のもう代表的なセリフというか、まあ、タイトルだよね、略して嘘バニでも知ってた、うん、この嘘だと言ってよバーニーってさ、うん、結構すごい名台詞のようだけど、うん、劇中で一回も言ってないんだよ。言ってないんですね、タイトルなんですね、うん、そう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 。でまたこの嘘だと言ってよバーニーってのも、うん、この元ネタがあってね。はいはいはい。これなんか大リーグの、うん、もう結構史上最大の八百長事件だったみたいな、はい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 、はい、ブラックソックス事件っていうのが昔あって、うん、その中で子供がそのヒーローだったなんかジョーっていう選手には嘘だと言ってよジョーって言った、うん、まあ、その名ゼリフのなんかパロディみたいな。パロディってオマージュだね。パ吹きそうになったんだ。ということで、はい、まあ、戦いが終わって、はい、ケンプハーを倒したクリスの元に、うん、まあ、刑事が訪れたと、うん、まあ、そもそもなんでじゃジオンが来たのっていう話ですよね。そうだよね。で、うん、まあ、クリスとしては、うん、こう連邦の秘密基地ですっていうことを言えないので、うん、まあ、かたくなに言えませんと、言えませんと、言えませんってことは知ってて言わないんだなっていうことだね、うん、で刑事はもうそれを見透かしてて、うん、戦いの被害者数は、まあ、200人ぐらいかな、なんか亡くなってるっていうの。死者246名で、うん、重軽傷者は572人、うん、結構結構な大惨事だよねこれね、うん、まあ、そういうもんなんだろうね。でクリスとしては私が戦わなければもっと死んでたかもしれませんよって言うんだけど、刑事からすると、うん、いや死んでもいい人間なんて誰一人いないんだと、うんうん、いうことを言って、まあ、このクリスの中で、うん、心の中でね、かなりこのモヤモヤっとしたもんがね残ってるんだと思うんですけれど、あ、これが冒頭だ。ルビコン作戦が失敗したから核を撃ち込むぞっていう。あ、ここで出てくるのか。そう、キリング中佐ミサイルを積んでるシーンでね、うん、でなんか味方撃っちゃうよね。あれはフォン・ブラウン氏の統括してる人だったかな、うん、なんか、まあ、要は条約違反だろうって憤ってたら、もうそんなの無視して撃っちゃうわけですね、うん、なんか俺の許可も得ないでみたいなこと言ったら、うん、いきなりもう銃をぶっ放して殺してしまうと、うんうんうん、で、まあ、一人助かったバーニーは、うん、まあ、ザクが墜落してたあの公園で、うん、はい、まあ、しばらくその身を潜めてると、うん、まあ、ホームレスみたいな生活してるわけですよね。そうそうそう、あるにパシらせて、うん、なんかマクドナルドのハンバーガーみたいなのをね、うん、でそのさ、うん、要は買って帰る帰り道の途中にね、はい、事故現場みたいなの見ててさ、見て、ね、うわこの子まだ子供だよっていうさ、死体がね、引き出されて、それを見て、まあ、あるはショックを受けるんでね、うんうんうん、やっとこのなんていうか戦争の怖さというのをね、うん、そう、この前回のさルビコン作戦のところやっぱそう居合わせたりさ、うんうん、その街の惨状とかっていうのを見て、な、自分がその憧れた戦争とかっていうのが実は全然そんなかっこいいもんじゃないと、うん、いうことが分かったわけですね、うんうんうん、でバーニーは、うん、前回ね、うん、あの隊長と会ってたチャーリー、はい、メガネかけたあの、ま、はい、バーのマスターのチャーリーから、うんうんうん、その、ま、グラナダが、うん、そのサイクロプス隊の作戦失敗したので、うんうんうん、タイムリミット3日で、うん、核を使うと、うんうん、コロニーごと破壊すると、まあ、めちゃくちゃだよね。ここサイド6だよね。確か最初にも言ったけどさ、そうだよね、中立地帯だよね、うん、で、うん、まあ当然バーニーとしては、うん、もうだったらもう逃げるしかねえわと、あるは、うん、いや戦おう戦おうよと、ガンダムと戦おうよと言うんだけど、うん、まあ、ついにバーニーが、いや実は俺はもうエースでも何でもないんだと、うんうん、とても勝てる相手じゃないとなるわけですね、うんうん、で、まあ、バーニーの嘘つきみたいな感じになるわけですね、うんうんうん、まあ、今回撮るにあたって見返しつつまで、うん、ここでなんか嘘だと言ってよバーニーっ って言ったかと思うよね。なんかそう言ってた記憶だったけどね、うん、言ってないんだよね、言ってない、記憶は嘘ついてました、バーニーのバカみたいな感じでね。そうそうそう、うん、アルは、まあ、バーニーに対して、うん、まあ、失望しちゃったわけだね、階級章こんなのいらないよみたいな感じでね。そう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 、で、うん、街の中でゲーセンに行くんだっけこの後。あ、そう、ゲーセン行ってた。でゲーセンでさ、うん、出てくるゲームがさ、ターン X みたいなの出てくるよね。あ、そう、あのさゲームちょっと面白そうな。なんかちょっと変形ロボみたいなのがさ、ね、そう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 、そうそう、ここでさ、うん、第1話だかで、うん、なんかはーいはーいっていうのが街を壊してたところの
オープニングだよね。そうそう、オープニングの、そうそうそう、シーンが出てくる。ちょうど対局的にさ、うん、でそのターン X がさ、うたたんが街の中ダーンと被弾しちゃうよね。そうそう、でその時にいろいろさ、そのフラッシュバック、フラッシュバックするんだね、自分の街が壊れてるところっていうのをやっぱり思い出して、ああこういうことなんだっていうのでやっぱ怖くなっちゃうんだよね。怖くなっちゃうね、うん、で、うん、街を歩ってると、うん、まあ、クリスと出会って、うんうん、戦わなきゃいけない時どうするっていうふうに言うわけですね、うんうん、聞いてみるわけですね、クリスに、うんうん、で、まあ、アルはそのバーニーからもコロニーが、まあ、破壊されるっていうことを聞いてて、うんうん、まあ、警察に届けた方がいいのか、自分はもうとっとと逃げた方のがいいのかっていうのを悩んでるわけだね。で、まあ、何気にクリスに、うん、まあ、コロニーの件は言わずにどうしたらいいんだろうと、うん、言ったら、まあ、クリスは戦うと、うん、でもなんか逃げることも決して悪いことではないわ、うん、っていう話をね。別に逃げるのが悪いんじゃなくて、うん、まあ、人それぞれだと諭すわけですね、うん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 、で、まあ、バーニーはもうコロニーから脱出しようとして空港に行って、うん、なんだチェブラシか、うん、なんかちょっとあのバカンスの島みたいな ね、たまたま、たまたま広告で見て、そう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 、でそこのチケット1枚取ってちょっとお酒を飲んでるわけですよね。 うん、そうするとちょっと後ろ姿がクリスに似た女性がお酒を飲んでて、ちょっと顔を覗いたら、あ、なんだ別人かと。でこれがね、いやすげえ面白いなと思うのはさ、そこで終わんないでさ、そのお酒を飲んでたはその女の子がなんか電話をしだすんだよね。うん、もうふてくされてさ、焼け酒煽ってるか、もうデロンデロンに酔っ払ってんだよね。そう、まあ、要は男に振られてっていうことなんね、うん、なんであのお客さんに出せて私には酒出せないのよみたいなこと言っててさ、絡んでんね、うん、でその電話越しに、うん、いやそのチェブラシカだかなんだか知んねえけど、うん、本当はそんなとこ行きたくないわよ、うん、とか。チェブラシカってあの耳がでかい猿みたいなそうだよななんだっけまあでもそのそんな感じのやつだよね、まあ、観光コロニーみたいなとこだよね。であんなとこ行きたくないわよ、フランチェスカだね、うん、でそれを聞いたバーニーもちょっとこう決心すると、うん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 、チケットを破っちゃうわけだね。でそのウイスキーのお金払うときにさ、うん、そのくしゃくしゃだった階級証が出てくるんだよね。あ、そう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 、お金を払ったときにね、うんうん、それを見てだから、うんうん、残ると決めたわけですね、うんうんうん、バーニーは、うん、まあ、酔っ払いながら、うん、公衆電話のところで、うん、アルに電話をして、うん、戦うぞと、うん、手伝ってくれないかと、うんうんうん、いうことになるわけですね。結構ねこの先のなんかザク直す場面もね結構好きなのよ。あれこの辺ってさ、だからあれに似てるよな、うん、AT3 のさ、あ、そうそう、バルバロ。あとなんか主人公、まあ、アル君、うん、アルフレッドじゃないですか、はいはいはい、で俺分からない、関係あんのか意識してるのか分かんないけどさ、うん、ちょっとニューシネマパラダイスっぽいなと思う。あ、なるほどね。そのアルフレッドっていう男がさ、要はその大人とさ交流してなんか困ってることを手伝ったりとかして、ね、うん、なんかいろいろ心を成長していくみたいな、そうだね、話もあるじゃない。そういうところはあるよね、うんうん、この後半からだっけ、そのザクを直してさ、そうそう、最後の話だね。これはだから、まあ、うん、バーニーが、まあ、脱出するのをやめて、うん、アルと一緒にザクを直すと、うん、であのチャーリーもね、うん、あの逃げないで、俺はこのコロニーが気に入っちゃったから、うん、まあ、一緒に死んでもいいやみたいな感覚で残ると言っていると、うんうんうん、これでもあれだね、やっぱ時代を感じるの、公衆電話が結構、うんうん、あちこちにあるっていうね。そうそう、うん、しかもなんかいわゆるあの緑電話の手だよね。そう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 、緑電話になってたりするやつね。またあと空港とかのさ、うん、あの出てくる書体とかがさ、うん、昔のいかにも未来ですみたいな感じで、ちょっとこういうなんかデジタル書体みたいなあるじゃない。ああいうのが、ああなんか80年代の考える未来だなって感じでね。そうだね、うん、結構好きな。まあ、そのフロッピーとかもね、うん、そうだけどこう、うん、ちょっとレトロフューチャー入ってるよね、うんうんうん、レジとかも昔の形だしね。そうそうそう、車もなんかね、ちょっと変な未来の車見たくなってるね、うん、はいはいはい、はい、80年代に考えた、うん、なんかこういうチューブの中走りそうな車みたいな、うんうん、そう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 っていう感じでございます、うん、はい、今回はね、この回はだから嘘だと言ってよ、うん、バーニーというは実は言ってない、うん、言ってないバーニーの不甲斐なさに、うん、まあ、落胆したアルだったけれど、うん、バーニーが思い直して、うん、その一緒にじゃあザクを直そうという
持ちかける話でしたね。なんかねやっぱ俺はすげえ引っかかるのは、うん、あの空港にいた酔っ払った女性なんだよね、うん、あんなの聞いてさ思いとどまろうと思う、うん、あの酔っ払いのさ俺もなんかそこなんだよね、なんかピンとこねえんだよね、うん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 、あそこが、うんうんうん、酔ってるうちに口説いてやっちゃおうかみたいな話でもないしねそう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 すげえ思ったのはさ、うん、なんだっけフランチェスカだっけ、はいはいはい、フランチェスカの言われようがひどくね、うん、そういいとこなんじゃねえの、そうそうそう、うん、私だってあんなとこ行きたくないのよみたいなね、どういうことなんだろうっていうねフランチェスカなんて最低のコロニーじゃないバーニーがあれを聞いてどこに共感したのかっていうのがいまいちよくわかんないんだよね、うん、そのフランチェスカっていうとこ自体に魅力を感じなくなってやめたのか、うん、そのなんか逃げ出すっていうこと、うん、まあ本来はさ逃げ出すっていうこと自体に後ろめたさを感じて行くのを取りやめたはずじゃん、あのでも女性の話ってなんかあんまそこがねよくわかんないよね、うん、あでもこの時に私の時と同じなんか嘘を言い通す根性もないくせにみたいなことをね、それそれそうだ、そこが来たんだよね、うん、そう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 、まあでもさ他人の酔っ払いの電話よく聞いてたよね、ねそれがだからバーニーは自分が言われてんじゃないかっていう風な気持ちになったわけだね、うん、酔っ払いのね、うんうん、あの女性がいなかったらバーニーはね、うん、そのまんまフランチェスカ行ってたんだろうからね、うんうん、なんか唐突に始まるじゃない、その電話自体もなんかね、うん、なんか酔ってなんかないわ、なんか泣いてないみたいな、ひさめかっていうね演歌かっていうねはい、ということで、うん、第5話「嘘だと言ってよ、はい、バーニー」でございました。うん、まああれだよね、バーニーのそのやっぱ心境の変化みたいなのが、そういうこと、そういうこと、テーマに近いよね、うん、次回、はい、最終回、はい、第6話、はい「ポケットの中の戦争」はい。